ラジオジャーナル。皆さんこんにちは、平井康乃です。上垣義弘です。鈴木貫太郎です。ラジオジャーナルは政治社会地方取材を続けるフリー記者3人が届けるラジオ番組です。今日はですね、スペシャルゲストを2人お招きしています。はい、まずですね、なりわいというところの代表の伊藤博さんですね。こんにちは。はい、こんにちは。お願いします。それからですね、農文教の甲斐良二さんです。はい、こんにちは。こんにちは。2回目、甲斐さん2回目の、ご参加になると思いますね。はい、それではですね、後半はこの伊藤さん、なりわい代表の伊藤さんと甲斐さんを絡めてのお話になっていきたいと思います。で、前半サクッと進めるのはですね、定番になってきましたジャーナルの市長さんからのありがたいコメントの披露ということで、上垣さんお願いします。はい、ですね、赤木さん、新潟県の方から、来てます。米作り、薪作り、味噌作りをしているのでとても興味深い回でした。次回も楽しみにしています。お子さんの声、素敵な BGM ですということで、ボリューム21はですね、減反廃止、米のことを取り上げたので、そういった方から一件来ております。味噌のね、話をちょこっとしたし、ね、味噌の、長野の味噌の取材をしたので、うん、そういったことだと思います。あ、その下にコメントあった人誰ですか。浜口さん、公害、香りの害ですね。公害を取り上げたので、公害にで苦しむ小学生の特集をローカルテレビで見たけれど、理解者が極めて少ないのが一番辛いとその両親が言っていましたという、うん、まあ、まさにその通りですね。そうですね。そうそう。なんか公害のことをコメントしてくれて、それがきっかけで僕もFacebook でこの方とつながれたんで、よかったです。公害でお友達。そうそうそう。で、取材した価値もあったし、うん、コメンテーターと友達になれるらしい。すごい。やりがいもありますからね、はい。ぜひどしどしとコメントいただけたらと思います。はい、ということで、ですね、このあたりでいいですよね。はい、私事なんですけど、咳込むかも。ああ、風邪ですか。いや、と思ってたら1ヶ月ぐらい咳が続いてておかしいなと思って、とうとう病院に先週行きまして、はい、先ほどですね、その結果を聞いてきたんですけど、はいはい、なんと、はい、咳喘息という、なんか新しい最近のなんか、そうじゃないけど、なんか喘息ではないけど気管支炎のアレルギーということで、この季節多いみたいですので、意外とこう咳がずっと出てる人、咳喘息の可能性もあるということで気をつけてください。薬もらったんですか。はい、吸入する薬をもらいます。喘息、本当の喘息みたいな。すごいな、はい、ということで、ちょっとごほごほするかもしれないですけど、はい、お願いします。はい、はい、続いてジャーナル取材班の気になる記事をお届けしたいというふうに思います。まずですね、日本経済新聞。どっちからだ。なかった。はい、順番を間違えました。まずですね、アメリカ国連人権理事から離脱表明、イスラエルに偏見と反発という記事です。これは貫太郎君の記事ですけれども、ヘイリーアメリカ国連大使は19日、国務省でアメリカは国連人権理事会から公式離脱すると表明した。トランプ政権は中国やキューバなど人権侵害国が理事国していると問題視し、組織改革を求めてきたが、真剣に受け止められなかったことを理由に挙げた。また人権理事会に反イスラエルの政治的偏見があると批判しているということですね。貫太郎君。はい。なんかトランプ政権はなんかとんでもないタカ派なので、はい、まあすごい決断したなとは思ったんですけど、うん、まあ結局裏にあるのは、まあ、見出しにあるようにイスラエルのロビストっていうのは結局アメリカの政治の中で結構強いし、うん、トランプに対してもかなり影響力を持ってるので、まあ、そのイスラエルロビストに対して気を使った部分もあるのかなというふうに思いました、まあ、ただなんですかね、ユネスコを脱退したりとかもトランプ表明したりしてるんで、うん、まあ予想はできたって感じはするんですけど、それよりもちょっと僕心配っていうか、なんでこれを選んだかっていうのが、はい、トランプ政権の何ですかね、安全保障担当次官補のボルトンとかはもうなんですけど、国際法とかはもう何ですかね、守るべきじゃないみたいなね、今までなんか培ってきた国際協調をなんかもう公然とぶち壊すような方向に向かってるので、で、なんか何ですかね、ポリティカルコレクトネスって言って、政治的な正しい
考え方とかに対してなんか疲れてる人が多いから、うん、なんかこのままなんかこれを勢いになんかはしてなんかなんですかね、分裂がまたどんどん進むと嫌だなというふうにちょっと思いましたね。なんか難民にしてもなんか人権にしてもなんだろうな、うん、あの国際的に守ってこうっていうふうにようやく考えたのは結構ね最近ですから、そうなんですね、せっかくできたのになんか、うんうん、そういうなんかないがしろにする流れに、ね、風潮があるなったら嫌だなと思って、うん、臭い方ね、国際法の父、うん、なんか世界史でやったよね、グロティウスみたいな国際法の、ね、基礎を築いたとかいう、結構まあ最近やっぱり世界的に守らなければいけないっていう流れでこう今まで来てましたけど、そこで一国独裁主義というか覇権主義というのはまた広がってきているのかなっていう流れですね。そうですね、なんか人権とかっていうのはこの理事会も結局2006年とかに理事会に昇格されてるんで歴史も浅いんですけど、うん、なんかその人権とか難民とかいう考え方ってなんかそのみんなで守ろうっていうふうに思ったのは最近で、うん、で難民っていうとなんだろうな、あのシリアの難民のね、あの美人のマルディニさんっていう水泳選手僕前会ってましたね、はい、取材したことがあるんですけど、はい、まあすごく綺麗な方で、聡明な方なんですけど、うん、まあ、結局そういうふうに難民を守ろうっていう国際的なあの合意がね、形成されてなければ、うん、ああいうような人も守れなかったわけで、なんですかね、そういうふうに生まれて救われていったその才能とか人材もいたはずなのに、うん、なんかそういうのに注目されないまま、こうなんか、なんですかね、国際政治は本当はそんな甘くないんだみたいな、一つの意見に流されてしまって、なんかこう分断がされてしまうのはすごく悲しいなというふうに心配しています。うん、はい、ということでジャーナル国際班の鈴木貫太郎からの報告でした。国際班なんかどんどん飛び出すね。国際班になるかもしれない。はい、ということで次ですね、空き家対策自治体に壁、所有者不明で撤去費負担もという6月18日の日本経済新聞。上垣さんの、老朽化した空き家が増加し全国の自治体が公費による撤去を迫られている、解体に要した費用は建物の所有者が負担するのが原則だが所有者自体がわからない場合も多い、空き家対策措置法が全面的に施行されて3年余り、空き家の有効活用を探ることは必要としても住宅政策の在り方から考えないと空き家大量時代を乗り越えられないというような記事ですね。最近どこかの木造建築 の、うん、高齢者がお住まいになっている家が全壊したというニュースもありまして、まあ、木造建築っていうのは、まあ、手入れをしていかないとやはりこういう問題もあるということでニュースになってきているのかなと思いますね。全国の空き家数って今どのくらいあるんですか？ね、まあ、記事にですね、書かれているんですけれども、全国の空き家数、統計が、まあ、最近のないみたいなんです。で2013年時点で820万戸、現時点では1000万戸に上るという推計が出ているということですね。うん、はい、そうで、この辺からゲストも交えてお話をしていいですか？で、つまりその空き家問題、空き家問題って言うけれど、で、それに対してみんな解決をしなきゃいけないとかですね、行政も撤去しなきゃいけないっていうことを、法律を作ったりしてるんだけど、それを活用するにしても、その対策になる活動って多分あるはずだなと思うんですよね。空き家の活用って一体今どういうものがあるのかっていうのを、なりわいのやってるのが伊藤さんだなっていう、はい、でこれでいくとですね、1200万で撤去する費用がいるとかですね、すんごい額がなんかどんどん出てくるんですけど、その空き家をめちゃくちゃ活用したり活用しないという決断を多分アドバイスもすることもあるかもしれないんですけど、うん、そういうのいろいろ空き家を回っている伊藤さんが、そうですよね、共鳴するように、はい、農文教発のね、基幹地域という雑誌、うん、2015年のやつにも特集で空き家活用ガイドっていうのがあって、 その表紙に伊藤さん写真出られてますけど、これ甲斐さん関わってるんですか？いや、あんまり関わってない。あ、そうですか。声がボソボソ。じゃあ、ね、伊藤さんになんかいろいろ聞きたい。記事見ながらも、え、みたいな感じで反応されてましたよね。その1200万のところとか。いや、かかるなと思います。ね、ああ。まあでも、仕事としてやったらこのぐらいかかるんじゃないですかね。うん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 。1200万って。1200万かかる。撤去ですよね。撤去に。1件。1件。1件。木造で、しかもこの
車が入らないから手で運ばないといけないし、ここあのあそういう場所もある路地の奥にあるやつですね、これって。めっちゃ公共事業になりますね。すごい、だって820万個かけるさ、1000万って言ったらさ、単純計算すれば結構長く。すごいですよね。そういうのご撤去せずに活用するっていうのはどういうパターンがあるんですか？いや、住めばいいんじゃないですか。住む、もともと住んでるから、もともと住居なんだから、まあ、まず第一に住めるなら住んだらいいと思いますし、でも住むのはちょっともう厳しいなっていう物件だったら別の用途に変えるっていうことを考えた方がいいんじゃないかなと。なんで住めないことが多いんですか？まあ、いろんな要因があると思うんですけど、単純にこう我々の想像力が乏しいので、見た目がボロくなったらもうこれは住むべきではないと判断して、ある程度頑張ったら住めるように直せても面倒くさいからもう新しいのを建てちゃうっていうのが、うん、世の数勢ではあるかなと、ね、ここの農文教のこの空き家活用ガイドにもあって、私一生懸命見たんですけど、結構直すのに手間と時間とお金がかかって、手間かけるかお金かけるか、うん、そうで面倒くさって思っちゃったんですよ、うん、これはできないわってやっぱりって思ったんですよ。ううね、でもできるって思う人もいると思う。でそのできるのね、もうこっからもうちょっとゲストトークに、うん、もうこっから突入したいと思ってるんですけど、あの伊藤さんがまあなりわいっていう LLP でもあるんですが、はい、その床張りの、床張り、まあ床張りさえできれば、はい、空き家も、はい、何でもできるみたいな、住める、こう住めると、そうですね、いうのをで協会、ゆかり協会、あとプロフィール、全国ゆかり協会、ちょっとあ読んでいただけます？はい、LLP、あ、これはどうですか？関係ないです、ね。LLP もあります。はい、一応なりわいという名前で、はい、仕事を作っていく団体みたいなのをやっていて、はい、その代表をしている。あ、じゃあ LLP なりわい代表で、全国各地で空き家再生事業に携わり、2013年には。床さえ張れれば家には困らないと床張りワークショップをする全国床張り協会を設立著書なりわいを作る、ふるさとを作るなどありますということで、プロフィールを読みしました。何ですかこの床張り全国床張り協会って。面白い。まあこれはほとんど僕一人プラスアルファでやってる任意団体なんですけど、まあ、家を直して再生するっていうことは、まあ割と昔からあってはいるんですけど、例えば京都の町屋とかを再生してお店に帰るっていうのはまあよくあったと、はい、まあ、僕も学生の頃でもそういうの興味あって雑誌とか読んでたんですけど、やっぱ直す費用1000万とか2000万ぐらいかかるんですよ、町屋を丁寧にやろうと思ったら、まあ、だったら建てた方がいいかなって気持ちになるのもわからんでもないと思っておりましてですね、とはいえ、まあ、空き家は現実問題として1000万個以上あるわけなんで、うん、それを全部2000万かけて直すのかっていうのが、あんまり妥当かなっていうふうに思ってですね。うん、もうちょっと、とにかく、お金かけて直してもいいし、もう最低限のコストで直せる方法も考えないと、うん、1000万個には立ち向かっていけないということを考えたわけです。で、僕は別に全国各地で空き家再生事業に携わってるわけではなくて、うん、どっちかというと、なんか、なりわいを作らなければ、作りたいっていう時に、うん、まあ、場所が必要なことも割と多くて、うん、で、ローコストでなりわいを立ち上げたいと思ったら、やっぱ使われてない物件をローコストで再生して使えるようにした方が、こう立ち上げ費用が安くなるので、うん、まあ、こう、現実問題として空き家を再生することになっていると、結果として。なりわいを作る、地方で。なりわいって何ですか？あ、もう自営業です。自分の、持ってる資源とかを使ってやる、うん、個人サイズの自営業。じゃあ自分がこう得意なこととかを見つけて、得意なことや興味あることなどとか、世の中でそのエリアに足りてないものをやるとしたら、はい、出稼ぎ的ではないって感じですよね。出稼ぎは、うん、もう決められた日当と時給があって、うん、それをやりに行くわけですけど、まあ、基本的に自営業なんで自分で値段設定して、うん、自分が考えたものとかサービスを売ると、うん、なんで出稼ぎって出てきたの？いや、バイトっていうかさ、はい、このそう決められたことで行くよりじゃなくて、うん、自分のところでこう仕事を作っていくイメージなのかなっていう、ね、自分が決めた、報酬を設定すると、うん、だ暮らし作り的なこう、うん、外にある仕事ではなく、一応自分発信で、うん、自分が、考えたサービスとか、うん、まあ、興味のあることで仕事を作っていくと、うん、
いう感じですね。まあ、ちょっと でかすぎてね、イメージしたのは、うん、ただ東北の人たちがこう東京に出稼ぎに出てきて、はいはい、あので自分のところにあの夏とかは帰るみたいなイメージが昔からあって、はいはいはい、で、はい、それはやっぱ東北で仕事なりわいがどんどんなくなってきたっていうざっくりとしたイメージで今聞きました。はいはい、あ言いました出稼ぎについては、うんうんうん、補足です。はいはい、じゃなりわいを作る一つの、うんツールとして誰かそこに地方に住まなきゃいけないか家を回収して、まあ、お店やるんだったらお店いるので、はいうん、その時に高い物件借りると家賃に追われて大変だから空き家を使ってもいいんじゃないかという、うん、でそのやり方手法が面白いなと思ったのはここにもそのワークショップって書いてあるんですけど、うん、その要するに伊藤さんが自分でこう受けて仕事としてやるんじゃなくてなんかイベントみたいなのしてるんですよねこう呼びかけて基本的に、はい、あの僕一人が床張れるんだってもあんまり世の中は変わらないの で床張り自体は、うんまあ、僕がやってみた経験上、はい、なんか土日とかに友達誘ってやってもみんなできるようになるんですよへあんま危なくない作業なんであの屋根とかだと高いから落ちた気がする、はいはい、でも床はまあ地面なんで落ちても別に怪我しないし、うんまあ、今結構便利な道具もあるので、うん、床張りワークショップはいはい、うんということは床張りができる人を増やした方が空き家を 数というか空き家を直せる人増えるんじゃないかなというのと、まあ、一番お金かかんないです床張りできる人はどのくらい増えたんですか、まあ、1回でも参加したら最低限できるようになると考えると、うんまあ、年間10回ぐらいあって毎回10人ぐらいですから 100人ぐらいですねで震災の年からやってるから、うん震災が11年からやって18年まで100人まあ今年はまだあんまやってないから7年700人ぐらいすごいこんなにいってんのかなまあでも自分ちでそんなもんすごいまあ実際でも参加した人自分帰って自分の賃貸物件よく入りましたとかよく見ますけど、そのワークショップって参加するのに大体いくらぐらいかかる1日5000円で何日間ぐらいで1日か2日で、できた。参加した方がいいですね。当然そう。そうじゃないですか。できるんだったらね、1万円で床張りできるようになるんだったら。なるんですよ、あれば。やっぱ床がね、ガタガタだと住めませんもんね、空き家に。住めないです。ね。逆に床がちゃんとできていれば住めます。うんうん、だからこの820万個とかさ、こう記事の時にさ、うん、こっちだから700人作ってるわけじゃないですか。うん人をね、あ対策一番の対策だなっていう感じがするんですよ、ね。床張り、うん、一つ できる人を増やす、そうそうそう空き家対策。うまあ、実際その大工さんも、うん、今足りてないわけなんですよ。この東京オリンピックその他でみんな、ね、大変。僕が始めた頃からどんどん日当も上がっておりまして、うん、大工さんの日当、都内でもいくらぐらいとかなんですか。いや3万は超えるんじゃないですか。ええ、都内はですけど。だから北海道の大工さんとか出稼ぎに来てるんですよ。今なんか東京いいらしいぞとか言って、うんうん、でもなんか僕が会った人は暑いから嫌だって言ってこれ行かないって言ってましたけどまあでも特にこう災害の時にすごいこれ困るんですよ、うん、あの災害が起きるそうすると急に直さないといけない物件がバーンって増えるみんな避難所でずっと暮らすわけにはいけないんで、うん、そうすると大工さんが急激に不足するからものすごいこう高騰するわけです、うん、でまあ高騰するのと同時に順番待ちで1ヶ月後になったら受けれますよみたいなこと言われても1ヶ月間どうやって暮らすんだというふうになるんですけど、うん、でまあそういう時にまあ床だけとりあえず張れれば、まあ、とりあえず寝泊まりはできるようになるんですよね、うん、まあ屋根がちょっと壊れてると問題ありますけど、うん、まあそれも、ね、ブルーシート貼って応急処置できるんじゃできると、うん、だからこうセミプロみたいな人がいた方が災害の復帰も早くなるはずなんですけど、うん、何もできないままにずっと暮らしていると災害の時のダメージはでかくなっていく一方であると、そうですよね、いうことを空き家回収する上でなんかこう必要 なんか資格とかそういうのってあるんですか。あ、内装はね、ないです。その構造をいじるのはもちろん専門家でないといかんですけど、うん、あくまで床とかって内装だから、うん、あまあ、装飾に過ぎないわけですよ。床もそうなんだ。装飾か。内装そうだ、だから法的に、ただまあ厳密に言うと2階は、はい、あ、2階で大面積の床は一応なんか建築の申請がいるんですけど、はい、1階は免除されてるので、特に1階の床は誰でもできる。はい、マンションはマンションも内装の1階に過ぎない。あ、そうですよね。マンションはだって、コンクリートが構造なんで、コンクリートを壁ぶっ壊すとかじゃなければ柱とかでなければ誰でもやっていく。この新聞の見出しには所有者不明っ
ていうのが、まあ、壁になってるって書いてあるんですけど、うん、そういうなんか権利関係でなんか、進まないみたいな壁はあるんですか？それはめっちゃありますけど、これはもうゆかり協会の範囲を超えている。あ、面白い。それはそうでしょうね。ゆかはり、名前の通りゆかはりしかできません。もうこれしかできないということで、こう活動を広げていくっていう作戦を取っておるんですけど、これはもう行政の人が頑張るしかない。まあ、相続手続きめんどくさいからやってないと誰が誰だか分かんなくなる。ああ、そうか、そういうのはあるわけですね。そうです。カイさんとかって、伊藤さんと知り合って古いんですよね。うん、ま、ちょっとその前に、大丈夫ですか？所有者不明とかね、うん、いうのは、国が言い出すと、なんか裏があるというふうに思った方がいいと思う。さすがジャーナリスト。その心はどういうことですか？例えば、この、先だって、国会で、森林経営管理法っていうのが成立しましたけど、はいはいはい、それはことさら森林の、所有者不明、問題っていうのを大きく扱って、所有者が不明の、森については、儲かるところは民間に、儲からないところは市町村に、はい、やって伐採をやってもいいよっていう法律なんで、うん、でその所有者不明っていうのは直ちに所有者が分からない山について、うん、所有者不明って言ってるわけで、でやっぱりその憲法で保障された財産権とか所有権っていうのを憲法改正というか改悪を先取りして制限、主権を制限しようという、だから空き家もそういう裏の意図がねあるんではないかって疑ってかまずはかかってみた方がいいという。うじゃあこれを疑った目で見るとしたら、これは何かやっぱりこう解体することによって無駄な公共事業を作ろうとかそういう魂胆があるんでしょうか？それもあると思いますよね。あ、まあ、解体がこの1200万というのは全然小さい額ではないですし、すごい仕事だもんね。これは注目ですね、まあ、注目ですよね。これその前にこう2015年に空き家対策特別措置法っていうのがまあできたんですよね。これ自体、まあ、いろんなことを見越してやっぱり作られてるっていう目線ですか？まあ空き家がありますと、でそれが撤去必要ですよっていう所有者に、市町村がまあ勧告できる、指導勧告する、うんっていうことですよね。で、命令に従わない場合、ね、命令に従わない場合解体できるとかって書いてある。そうですね。強制的に解体できるっていうのが、だからこれも森林経営管理法と似ていて、森林経営の意欲と能力、意欲の能力のない所有者に対して、管理をね、命じてそれができない場合は市町村が管理するっていう。と似ているですよね。こうやっぱりあくまで試験に公権力が指導監督するっていうか、うん、いろいろあれこれ指図するというところでは、うん、だから意欲、そうですね、意欲のない所有者から意欲と経営能力のあるという、国がお墨付きを与える人たちに委託をさせるというのが心理経営の方法なんですね。はいはい、うん、なんかこの前見たような家が突然全壊しましたみたいなニュースがバンバン今度後もしかしたら流れてくる可能性があって、うんね、で風潮としてはいやこのままじゃまずいよねっていう世論を作っていく可能性がありますね、うんうん、フィリピンなんかもさ、はい、もう違法住民ばっかりやるさなんかそれに比べるとなんかなんつうんだろうな、違法住民に住んでる人に対しても選挙権与えてるんですよ、フィリピンっていうのは。で、結局日本と違って、戸籍とかないから、うん、要は、選挙のごとに選挙登録を自分でしてるから、それはその違法住民が、いるっていう登録を、うん、その選挙区間ですれば、認められれば、選管が認めれば、票になるんですよ。うん、だから、違法選挙住民の人は例えば1万人いるとするじゃないですか。うん、その世帯に、うん、そしたらそれはすごく大きな政治的な力になるんですよ、貧乏人でも、うん、だからこういうなんて言うんだろうな、強制退去をするしないでいつもこう政治的なこう駆け引きになるんですけど、うん、そのいや貧乏人がもうここはなんか潰していいよとかいう慣れ合いがあって警察に潰させてなしつけて、うん、その代わりこっちは手出すなみたいな、そういう裏の駆け引きがあるんですけど、なんか
なんかちょっと日本はなんかそういうのなくて、なんか人間臭さがないですね。うん、確かに。いや、俺も、思い出した。うん、メコン川を下る旅ってね、うん、タイ、ラオス、カンボジア、ベトナムって下るのを企画して4年間でやったんですけど、うん、その時にベトナム行ったら、メコンのところにわーっと海上生活者っていうんですね、はい、いるんですよね。うん、でも日本ってああいうのなんかこう、ホームレスみたいな感じで、こう、生活困窮者、投票権はないみたいな。まあ、でも昭和30年代までは、結構言ってましたよね。水上生活っていうか、うん、あの船に住んでる人もいたし、私はあの大学が九州だった、博多だったんですけど、うん、博多の川の上に巨大なあの木製の砦みたいな、川の上にこう 木製のバルクのマンションがあるみたいな、ね。そうなんだ。いや、それは今はない。今も綺麗さっぱり。いや、今ないというか、その代わり、あの、本当のホームレスっていうかね、やっぱ路上で生活、うん、駅のコンコースとか、あの、アーケードのある商店街で段ボールで暮らす人たちになってるけど、うん、かつては、まあ、それは一つの能力だと思うんですよね。その、床張りも一つの能力だと思うし、うん、その水上にお城を作って住むのも能力だし、うん、さっきのフィリピンの人たちも能力だと思うし ね、うん、だからその伊藤さんのやってるその床張り協会の床張りもやっぱり一つの能力で、うん、でその問題空き家とかその所有者不明っていうのはやっぱそこそういう森とかその家と森をあのと関わったりその 家を直し手直しして、ね暮らすという能力を、うんうん、人々がなくしたことの反面でそういう問題化してるっていうこともあるんじゃないかなっていう。仮に能力があってもこういう法律で上からやられると選択肢がなくなっちゃいますね。はい、そうですね。そうですね。やれてみればそうだな。でも本当そうですよね。私たちってずっとこうできることを手放して生きているなっていうのがありますよね。家を作るとか直すこともそうだし、まあ直しながら使っていくとか、味噌も前回そうでしたけど、家庭で作ってたのを買うようになったとかっていうことで、まあ消費とかにどんどんこうなっている中でスキルが奪われていっているので、うん、これ全然関係ないんですよ。すっごい面白い話思い出したら言っていいですか。あの、はい、床ね、はい、床ね、うん、床の話なんだけど、フィリピンで災害時があったんですよ。で、台風が来て屋根全部飛ばされたんですよ、トタンの屋根が、うん、でその日本人の人だったんですけど、うん、でしばらくちょっと避難して帰ってきたんですね。そしたらそのトタン屋根剥がれた全部トタン屋根が周りの人の、壊れた家の壁とかを直すために全部使われてて、うん、それや屋根としてはもう機能してないんだけど、地域の人たちの壁になってたという。あ、再利用。再利用。だけど、再利用とかただ盗まれたわけなんだけど。そうだね。だからまあ、そういうこともあるんですね。なんか多様性があるから使うんですよね。あるから使う。あるから使う。その通り、伊藤さん言うと。面白いですよね。そういう社会になると日本も面白いですね。それ目指しますか、伊藤さん。いや、あれば使えますよ。使っていいもので。使っていいものであればですよね。そうだ、伊藤さん、今ですね、素敵な服を着ているんですよね。うん、あ、なんか、青い、あ、そうそう、これもあれば使ってる。これはどういう服なんですか？これ一応、農作業しやすいのを考えて、岡山で作ってる服なんですけど、これ、何でできてる素材、生地も、はい、結局、こう、捨てるやつを、まあ、捨てるっていうのは極論なんで、ちょっと言い過ぎですけど、はい、まあ、産業ってとにかく何でも大規模じゃないと、使えないわけです。例えば 1000メーターぐらいある生地じゃないと価値がないんですよ。だから50メーターしか残ってない生地ってめっちゃ内容が良くても、うん、今のアパレル産業の中ではないものとして扱われて、あ、単位がロットが少なく生産だから、あの工場に合わないから、うん、で我々はそういう50メーターとか100メーターのちっちゃい生地を元はいいからちゃんとそれを使って、うん、こう10着とか20着ずつ服を作って売るという農作業メーカーをやっている、うん、やっているだからメーカー名は、あ、作業っていうメーカーです。作業。作業。まあ、作業着なんです。アルファベットで作業。はい、だからそれも、はい、さっきの屋根が飛んだのを壁に使ったというのは、結構なんかトリッキーなような気もするけど、でも日本にもそういうことができる場所はたくさんあるので、むしろフィリピンの方を見習って、なんかやっていく必要があるだろうと。でないとやれることがあんまりどんどんなくなっていくんですよね。うん、なんか 1000m なければ服も作れないみたいな。そうですね。おかしいですよね。なると、なんか余ったの捨てちゃうんですか？そうすると。
めちゃ安く叩き売ってます。それを買うって感じ。そういう構造なんだ。そうですね。大量生産してるのとまた別の方向でいいものを作っていこうってことですよね。野良着なんですか？野良着。ということ、作業着。作業着なんで、野作業着で野良着。肩のところがだけがこう、皮になってるんですよね。あ、これ皮ですね。だからこれは破れる肩。右肩は、まあ、右利きの人用なんで、右が破れるから、まあ、ここに皮をする。皮を、なんか担いだりとか、いろいろするときに。あ、そっかそっか。ここだけ。だからまあ実際使ってテストしていると。感じで。素敵な野良着ですね。これ売ってるんですか？これ売ってる。いくらですかとか。これ、割と高めです。1万9000円くらい。ああ、けどまあね。うん、上着ですよね。そうですね。部活ズボンとか1万円くらいですかね。頑丈ってことですからね。頑丈を目指している。いいですね。など、だから、変なも、なんていうんですか、デザイナーに頼んでさ、広告宣伝費、つけてさ、1万9000円にしてるのとさ、どこで買えるんですか？どこで買えるんですか？ああ、お店で現状下ろすと高くなっちゃうので、はい、自分たちでイベント販売するか、はい、農家の方がマルシェでついでに売ってもらうか、はい、ネットで買うか。ネットで買うか。ネットでも買えるんですか？ネットでも買えるというふうにして。どうやって検索すればいいですか？作業で。作業で。ロマンで作業で検索すると出るんじゃないかと。あ、じゃあオンラインショップで皆さん買えるそうです。ね、作業されてる方いいかなと思います。衣食住ってね、昔からなんか小学校でも家庭科がなんかで習うかな。衣住、食はなんか食べる、なんか取り組みされてるんですか？ああ、食は特にない。果物を取って売ってる。なんか Facebook でひたすら梅、さくらんぼ。今月は梅とさくらんぼを収穫ちょっと手伝って販売するという非常勤農家をしてます。はい、なりわいですね。本当にいろんなことをやって生きている、生活の中に必要なものをやっていくと、百姓みたいですね。百の行があるような感じですよね、そのもので、はい、伊藤さんと私の、はい、そもそも、はい、馴れ初めの話なんですけど、はい、2005年だったと思うんですよね。そうですね、2004ですよ。2004か。僕は就職活動してた時代。で、2004年の、さっきから話の出ている基幹地域の前身の増刊現代農業という雑誌を私が一人でやっていて、はい、毎号特集が変わるんですけど、その頃は関心があったのは、まあ、若い人たち の雇用が悪化する中で、別の生き方を探ろう、まあ、特に農村とか食に関わって別の生き方を探ろうとしてる若い人と、うん、あとちょっとまあ似てるっちゃ似てるんだけど、地方の建設業の人たちが、やっぱり公共事業が入ってきて、で食とか農にその新しい活路を見出そうとしてる動きを特集して、まあ、ちょっと言葉的にはあれなんだけど、土建の機能っていう特集をやったんですよね。土建の機能、土木業、建設土木業の人たちが、農業と関わること で新しい仕事の活路を見出そうという特集で、はいはい、でその時に結城富夫さんっていう仙台市で、民族研究家として活動、いろいろ分泌活動を行っている方が、記事を書いていただいて、それに伊藤さんが反応して、はい、私に会いたいって言って来られたんですけど、うん、そうですか。読者の一人だったんですか？そう、読者かつ、はい、なんか農文教就職先としてどうかなと思って、先輩、バイトしてた先輩に紹介してもらって、はい、ああ、そうなん、就職は結局されず、就職はその場で見て、私があんまり進めない。面白いですね。あ、そうなんですか。で、その時の、はい、まあ、面接の下調べみたいなで現れた、伊藤さんの入れたちが、なんか大きな風呂敷包に、中学生の時に着ていた剣道着。あれ、小学生。僕、剣道してなかったんですけど、そう、中学生の剣道着を買って。フル道具やる感じ。風呂敷に剣道着って、漫画に出てきそうですね。結構シャツっぽく着れるんですよ。で、学生企業やってたんで、ね、古着の。企業、あんまり利益は出してないので、NPO みたいな感じですけど。それは、
その普通 の, あの剣道着というか道着をちっちゃめ着るとシャツっぽくなるんです。これなんか細工するんですか？いやしてないです。あのそのまんまですか？白い差し子みたいなやつなんで練習着なんです。紺色のやつ、試合用じゃなくて、はい、ああなるほど。割と可愛いです。割と可愛い。今でも着てるよな。今そうですね、2代目ですけど。あ、2代目結構持つんですね、でも。まあ、さすがにね、ちゃんと差し越してますからね。うん、2004年くんの時の話、うん、2代目です。それでその土建の機能の、その伊藤さんが反応した結城さんの記事のタイトルが、巨大単一、専業の呪縛から自らを解き放ち、風土と暮らしの具体に根ざした多彩な副業をという、まさに非常に固いタイトルなんですけど、でこれがね、その伊藤さんの今に続くなりわいに続くんじゃないかなっていうふうな感じがしますけどね。楽の時もよく読んでたんです。今アーカイブじゃないですけど、まさにその記事がありますけど、すごいね。増刊現代農業、もう一度言うと、風土と暮らしの具体に根ざした多彩な副業の創造をということですね。だから先ほどあの伊藤さんがね、そのなりわいの一つの特徴として、こうそのエリアに足りてないものって、うん、を補うことがなりわいになるとしたんですけど、だからその地方の建設現場もそうで、その鉄筋とコンクリートで建物やそのアスファルトで道路を作るだけが仕事じゃなくて、食、うん、とか農とか、あと介護の分野ですよね、うん、そういった分野にこうエリアに足りてもないものを補うことで新しい活路を作り出すことができるんじゃないかというような伊藤、うん、あの結城さんの提案 で、うん、でその中にね、最もその伊藤さんが反応された部分は、あの結城さんの文章の中に、あの大正9年の国勢調査で、あの言うと、その当時3万5000種の職業があったって言うんですね。それであの調べてみたら、あの厚生労働省、あの現在のですね、厚生労働省の職業分類だと2167種しかない、もう10分の1以下になっちゃったんですね。3万5000が、だからやっぱりその3万5000の職業っていうのは、やっぱ一人でいくつもの職業をこなしてたから、3万5000種にもなっていて、どん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 それがその専業化していった結果ね、あの、2167種っていう。そうですね。そうか。それで、その、当時、伊藤さんの肩書きは、今なりわいだけど、当時は手仕事文化研究家っていう。ああ、そうですね。工芸とか、そういう興味が。そんなことを学生の時からやってた。そうですね。面白い。面白いですね。いやー。そういう感じです。だから、修論を職人さんに弟子入りをして、西表島？そうですね。一箇所は西表島。ああ。一箇所。一箇所。西表島。三箇所ぐらい。三箇所行ったんですね。ちょっとその三箇所の話してください。三箇所、まずどっかで、見習いしながら、インタビュー調査 しないと、なかなかこう外部で数時間聞き取りしてもあんま分かんないので、どうやって生活を、仕事をやってる人が成り立たせていくかとか、上達させていったとかっていう話は。で、一箇所は、日光下駄って、その栃木の日光の下駄職人さんと、うん、もう一箇所は兵庫県の、あれですね、柳郡っていう、その網籠とかのところで、うん、もう一箇所が飯表島の染色。工房だったんですよ。そこに1週間から3週間ぐらい、とりあえず手伝いながら、怒られながら手伝いながら、いや、まあ、そんなに厳しいところではもう、ね、はい、手が遅いんだよとか言われなかったではないところになってましたああ、そうなんですね。小さい頃からそういうのに興味あったんですか？いや、特に長いんじゃないですかね。きっかけとかあるんですか？まあ、僕はあの農学部なので、勉強している過程でまあ、いろんなことを教わるんですけど、はい、とにかくこう関税を高くするとか、こう、うん、メインはそうですよね。行政的な、サポートして農林業を守っていこうみたいな授業が多いんですけど、はい、まあ、なんかもうちょっとこう農業とか林業って、まあ、要するに地方とか農村における仕事ってもうちょっといろいろあるんじゃないかなというところで、まあ、実際こう自然から得たものを手で加工していろんな物品にしてくるわけなんですけど、まあ、そういうこうもちろん文化性が高いなりわいを考えていった方が
農学部的に面白いんじゃないかなということを思いまして、ちょっと言ったんですけど変人な部類に入りますよね。もう際立って面白い学生ですよ絶対農学部の中で。だから かつては、はい、かつてはこれが当たり前だったんじゃないかと思うんですよね。その一人の人間がいろんなあのなりわいを身につけてっていう、うん、だからまあ、かつてもそうだし、やっぱこれからどんどんそうなっていくんじゃないかな。さっきあの雇用の話をしましたけど、あのその2005年当時からね顕著になってきたその派遣とか契約とか非正規雇用も問題だけど、だけどその終身雇用年功序列っていうのもこれはこれであの人間の人生から考えたら問題かなという気もしていて、でむしろ能動的にその年功序列終身雇用じゃないなりわいをね、うん、あの身につけて生きていくっていうことにむしろ未来があるかなっていう気も当時、まあ、今もですけどね。で私はあの終身雇用年功序列の慣れの果てでもう60歳とっくに過ぎてるのになかなか次に踏み出せないという悲惨な状態に今あるわけですけど、身をもって体験している。早く伊藤さん に習ってなりわいをねっていう。すごいですよね、社会からのなんかこの専業になれみたいな圧力が、無言のプレッシャーがあってそちらに流れてしまうのがね、一般的なパターンだと思うんですけども、はいはい、それでブレずにやっぱり突き通すっていうのは素晴らしいですね。いや、やっぱそれはもうこういうバックボーンがあるからですよね、うん、こういうっていうのはやっぱりもうこの時読んでた現代同業に書いてることをいろいろ読んでいくと、まあ、それなりに自信になりますよね。そのそう、現代単純に僕一人が思いついてやってることではないので、うん、やっぱりじゃあ現代農業を読んでっていうか甲斐さんがこう当時作られてたものを読んで、まあ、その授業を受けてる中で覚えた違和感とかが割とこうただ具体的になっていって、まあ、で実際自分もやらないといけないので、せっかくなので2年間の大学院の研究で、うん、まあ、手を動かして文章を書くとっていう、うん、現地調査をやってみたという感じです。そろそろお時間ですけれども、甲斐さん、ね、最後にこの昔ですね、今はもうないんですよね、作られていた現代農業っていう、こっちに変わったんです、はい、期間地域に変わっての編集をやられていて、うん、そしてその中からこういう考えが生まれてきた人がいるということ、どう思いますか。あの伊藤さん、当時の伊藤さんのそのさっきのその修士論文を書くために弟子入りした先が西表島 の、 あの石垣さんという染色家ね、あの、うん、染め、あの、染め通り、ね、染め通りの染色家の人で、はい、でその石垣さんが、はい、あの染めた布をあの定着剤ではなくて、あの川と海の中間の汽水域っていうところで、うん、で晒すんですけど、そのなんでその汽水域で染めるのがその布にいいかは、まあ、科学的にはよくわからないけど、なんといっても気持ちがいいんだと。でその気持ちいい仕事をするために、その布が流されないようにこうマングローブなんかをこう汽水域に植えたりもするんですけど、その仕事にとって一番大事なことは気持ちがいいことだっていう、というのがいい仕事のあり方だというふうにおっしゃってて、うん、まあ、さっきのその終身雇用年功序列とか契約とかね、派遣とかいろいろあるけど、そうではないこう気持ちのいい仕事のあり方っていうのが、あの人間の、 あの身体と労働の調和の取れたあり方を示しているような気がしていて、うん、すごくわかる、うん、だからあのラジオジャーナル、あの元気出るんだ、気持ち元気出るよね俺も元気出てるもん、気持ちいい仕事だから、はいはい、気持ちいい仕事だから、林業現場もすごい気持ちいいですし、だから雇用がどうとかね、うん、その給与がどうとかっていうことももちろん大事なんだけど、うん、その仕事が自分にとって気持ちがいいかどうかっていうことを知るな、いや結構視聴者も知ってる、農業じゃないけどかなり染みた今の。これちょっと聞いてほしいな、やっぱり相当染みた今の。そのことを、はい、あの伊藤さんを通じて石垣さんから教えられた気がしていて、うん、ということをね、あのつらつら思い出しているところで、
私も定年を過ぎての気持ちのいい仕事のあり方っていうのをこれから追求していきたいというふうに思っております、うん、はい、ありがとうございました。本日はですね、なりわいを作るですね、自分の生きている地域に足りないものを補って、まあ1個でも2個でも兼業しながらですね、いろんなスキルを身につけて生きていこうということをやられている伊藤さんをゲストに、そして農文教の甲斐さんですね、をゲストにラジオジャーナル進めてきました。まだまだ話を したいところですけれども、ね、ここで今日は終わりということで、相当染みたね、はい、染みたね。じゃあありがとうございました。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 